は <laughs> いどうもヘイトですどうもどうもお久しぶりみんなお久しぶりくしゃみから始まる動画ってどういいでしょははは偶然のたまものなんですけどはいでねまずはみなさんに、えー、こんなテンションですが謝罪から入ろうと思いますみなさん1週間休んですみませんでしたなんでね休んじゃったかというとねもうね悲しいのよやっとねみんなにこうね報告できるテンションになったから報告しようと思う PC がぶっ壊れたの <laughs> 1年間使ってないまだ何ヶ月とか PC 買って なのにね、PC がぶっ壊れたの <laughs> 終わった終わったいや終わったんだけどさでもさこうねまさかね6月13日までにこう、登録者数1万人目指すっつってあと110何人なんだけどえっ、ー、とねただいま5月13日1ヶ月を切りました <laughs> 動画が上げれねえんだ編集ができねえんだもう強烈にピンチなんだあとだって1ヶ月切っちゃったってことはさあと1ヶ月1ヶ月で110何人 増やさななきゃいけないけから結構難しくなったと思うんだよね結構いい感じで来てたじゃないですかだからすごい僕的にはいけるっていう気持ちはあったんだけどこの突然のピンチによってあのだいぶ危険になったっていう <laughs> だから本当に皆さんお願いだからチャンネル登録だけは外さないでください <laughs> お願いします で、その1週間前 PC がぶっ壊れた日に何が起こったかっていうのを説明すると面白い動画が撮れたからそれをね気合十分で編集してたなってで、1歩目が終わって2本目編集しだしてまあ、目も疲れてきたし空の散歩行こうと思ってで空の散歩に一緒に行ってまあ15分ぐらいかな休憩したの。でまあ編集戻ろうと思って椅子にこうバーンって座ってこう、画面がロックされてるからパスワードを入力するじゃない。 パスワードが効かなくなくったの意味は分かんないじゃん。なんでパスワード聞かないのみたいな。いつもいつもだったら開くじゃん。なんで5月病ですか大丈夫ですかみたいな感じだったんだけど、でもどうしたことか。どうしたことか。っつって、まあ不具合にはまあ、再起動でしょうと思って。で、強制終了したの。強制終了したのが悪かったのかわからないんだけど、次の瞬間あの、アイコンがあって、名前があって、パスワードがあって、パスワードを入力する欄があって、パスワードを入力するとデスクトップが開くっていう感じなんですよ、Mac は。なんだけど、 まず俺が設定したアイコンじゃないの再起動したらあのなんかシルエットのおっさんみたいなのがウェーンって言って誰ですかみたいな感じなんですけどで名前の欄も空欄でパスワードを入力する欄があってでその名前の欄も入力できるようになっててで俺が設定してたあのアカウント名に入力してパスワードに入力してエンターしても開かないなぜか開かない全く開かないびっくりしたすごい白いじゃんでねあのー、何を入力して可能性 ま100%合ってるやつだったんだけどまあ金のせいとして考えられるなと思ってまあ、アカウント名違うんじゃないかと思っていろんなアカウント名を登録したの登録したっていうか入力したの入力してパスコードも入力してエンターを押しても開きませんでしたこれは終了だと思ってまあ困った時には AppleCare だなと思って AppleCare のスタッフさんに電話を入れさせてもらってでそしたらまあそのスタッフさんの教えでこう。 デデーータタががが残っててることが判明してそのの自分のデータがねユーザーアカウントはなくなっちゃったんだけどなぜか知らないけどなくなっちゃったんだけどデータが残ってたからそのデータを元に復旧することができたあよかった不具合1個終わったと思ってあ違う不具合不具合治ったと思ってこれでまた編集できると思って編集再開したら今度はなんか動画がキュッてなんか真っ黒になったやつの音声が残ってるのになんか動画だけペッてなくなるから。 あれと思ってで、動画のデータがぶっ壊れてるのかなと思って動画のデータを入れ直しても真っ暗になるの絶対同じところじゃないのしかもなんかッでッで、まあ、困った時は再起動でしょみたいなで再起動を押したの再起動を押したら今度はアプリケーションが開かなくなったのアプリケーションっていうのはあの例えば動画編集のファイナルカットだったり、まあ、LINE もそうだし まあ、あのサファリとかカレンダーとかメモとかいろいろあるじゃないですか下にこのバーがあってそこにアイコンがバーってあるんですけどどれクリックしてもアプリケーションが破損しているか不完全な可能性があるため開けませんっていうふうになったの何これ何これじゃん本当に何これってなったのでもう終わったと思ってで、まあ、検索しようにもさ もも開けけけなないいかから検索もかけれないわけよだからもう携帯で検索して何これ何これ何これ何か分かんない分かんな,い分かんないってなってたんだけど、まあ、詳しく書いてあったの皆さんにねツイッターでこうこんなことになっちゃったって言った時に、まあ、こういうサイトもありましたよってこういう症状あった人がこういう改善方法ありましたよみたいな教えてくださった方たくさんいて本当にありがたかったんですけれどもあの僕の,その僕そんなにあ何パソコンに詳しいわけでもないしなんかもう何な,なら機械音痴だから。 何何言っってるかかか全然分かんなかった、ね、何書いてある書いてあってもどうしたらいいか全く分かんないしこれ以上壊したら嫌だなと思ってアップルケアにまた電話したでそこからまあいろいろこう復旧作業を試みてもらったんだけどないろいろ教えてもらって「こうしてくださいあしてください」っていろいろ教えてもらっていろいろ試みたんだけど全部ダメだったんでね多分なんか大元の何かが多分い一番なんか壊れちゃいけない部分が多分ぶっ壊れたんだと思うんだけどもうね 大変だった、まあ、最終的に何したかっていうとパソコンを初期化完全に完全に初期化をしてあの新しくデータを作り直すっていう作業をしたんだけどデータが運よく不幸中の幸いでデータが全部生きてたからそのデータを移行して外付けのハードディスクに移行してそこからパソコンを初期化してで初期化したパソコンにデータを戻して。 みたいな設定もし直してみたいな感じで今やってるんですけどそのデータっていいうのがめちゃめちちゃゃ重いんですよ1テラぐらいあってコピーに大体1日かかったりとかしてたから多分もうちょっとであの復旧して編集できる環境にはなると思うんですけどもう残念ながらまだ完璧に直ったわけではないのでまあもうちょっとお待ちくださいっていう感じです皆さん本当にすいません でもね、ピンチをチャンスに変えるつもりでこれからね楽しい動画をもっともっと皆さんに見て楽しんでいただけるように頑張りたいと思ってますので、えー、PC が復帰した復活した暁には楽しい動画をいっぱい編集してあげてねあと1ヶ月で110何人増やして登録者数1万人突破してみんなで喜びたいと思うので頑張りたいと思いますはい、ね、最後まで見ていただいてありがとうございますチャンネル登録はそのままで <laughs> ということで本日もご視聴ありがとうございました